美州山大八郎は1940年代から1950年代にかけて活躍した大相撲力士である。広島県沼熊郡、松永町出身、本名は三谷淳一。現役時代は荒磯部屋に所属した。最高位は東関脇。身長167センチメートル、体重128キログラム。特異種は左四つ、月、押し。 実家は、下駄製造業者で、小学生の頃は、相撲のほか、柔道や水泳も得意であった。16歳の時に上京して伊勢ヶ浜部屋へ入門し、1936年1月場所において、初土俵を踏んだ。番付についてから、すべて勝ち越して、1941年1月場所で、新入幕を果たす。タンク満の体型からの鋭い突き押しが得意で、 四つに、組んでの釣りも武器であった。新入幕から三場所連続で負け越したが、東西制の時代だったので、逆に番付が上がるという現象を見せてしまった。その実力で、双葉山の対抗馬と期待されていた。1942年、五月場所、初めての対戦で、横綱、羽黒さんを破り、金星を獲得。以後、を何度も破り、対戦成績は、 美州山から見て2個の不戦勝も含めて7勝6敗と互角に戦った。なお、羽黒山引退の時の最後の不戦敗は美州山相手のものである。1945年6月、空襲のそ中に行われた本場所で微州山の大活躍があった。この場所は5月に神宮外苑で予定されていたものが空襲で延期され、6月に 両国国技館でほぼ非公開の状態で7日間で実施されたものだった。東前頭非等の美衆さんは初日に羽黒山を破って勢いに乗りそのまま全勝幕内最高優勝を遂げたのである。微さ山の幕内優勝はこの一回だけであるが1956年に発行された相撲指導号戦後相撲十年史は戦後の プロローグと題して、天皇支配を抱く美州山を関東グラビアに飾り、戦後大相撲の流星についてその源は、焦土の中に戦った、不屈の戸魂にあると美州山を称えているという。翌場所では、自己最高位となる東関脇に昇進、5勝5敗の5分の星を残したが、次の場所では小結びに下げられた。その後は、 平幕の中堅力士として推移し、300円の返り咲きも一度だけだった。最初は、美修山と名乗っていたが、幕内に小江修さんがいて、読みが紛らわしいので、読みを美衆、美修、山と変えた。1951年9月場所では途中休場の後8日目より、再出場し横綱、千代の山を破った。再出場した力士が、 初めの対戦で横綱を破るのは2019年1月の三竹海までなかった。1955年1月場所では十両に陥落、幕内最高優勝経験者が十両で相撲を取る、最初のケースになった。同年3月場所限りで引退し、年寄り、霧山を襲名して荒い部屋や伊勢ヶ浜部屋付きの親方として、後進の指導に当たっていたが、42歳の若さで、 亡くなってしまった。引退後の美州山には苦難が続いていた。経営していたちゃんこ料理店を赤字のために閉店し、自宅アパートが火事で全焼し、自身の死から1年後には、一家の大黒柱の死で将来を悲観した未亡人が二人の娘を道連れに、一家侵入する事態まで起こった。幕内最高優勝を経験後、十両に陥落した元、 三役力士の中では、序二段まで陥落したテルノ富士に次ぐ二番目に低い、位まで番付を落としている。ありがとうございます。